どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、今年の9月に日本公開が控えている、エイリアンシリーズの最新作である、エイリアンロムルスの最新情報に関して、ちょっと話したいと思います。連日、大ちゃんの映画部屋の動画のご視聴ありがとうございます。昨日は急遽開催したエイリアンの同時視聴会に参加してくださった方々、本当にありがとうございました。エイリアンロムルスを盛り上げるために、エイリアンシリーズやエイリアン VS プレデターシリーズの同時視聴を定期的に開催していこうと思っているので、皆様ぜひ参加してくださいね。よろしくお願いします。さて、それでは本日の本題に入っていきましょう。エイリアン・ロムルスの最新情報ですね。エイリアン・ロムルスの監督脚本は、狩猟の腹渡のリメイク版ドント・ブリーズのフェレ・アルバレス。共同脚本にはアルバレスと長らくタッグを組み、ドント・ブリーズ2の監督を務めたロド・サヤゲス。プロデューサーはエイリアン1作目の監督であるリドリー・スコット、アースクエイク・バードのマイケル・プルス、ブレッド・トレインのブレント・オコナー、リメイク版チャーリーズ・エンジェルのエリザベス・カンティロン、ドーナツ・キングのトム・モランとなっており、これまでのエイリアンシリーズとはまた違った制作チームによって今作は手掛けられております。そして、パシフィック・リム・アップライジングのケイリー・スピーニーが主人公のレイン・キャラダイン、トランスフォーマー、最後の騎士をマダム・ウェブで知られるイザベラ・メルセドがケイ、インダストリーに出演していたデイビッド・ジョンソンがアンディ、暗黒と神秘の骨の出演で知られるアーチ・ルノーがタイラー、アフター・サンのスパイク・ファーンがビョルン、テレビ番組や短編映画のプロデューサーをこれまで務めてきたアイリーン・ウーがナバロを演じており、若手のエースたちが今作を盛り上げてくれています。今作の公式のあらすじは、恐怖の原点にして頂点であるエイリアンのその後の物語、エイリアンを監督した巨匠リドリー・スコット自身の制作によって、全世界待望の映画化、地球から遠く離れた宇宙、人生の行き場を失った若者たちが、廃墟と化した宇宙ステーションを発見し、一攫千金を夢見て探索を開始する。だが、そこには希望ではなく、逃げ場のない絶望的な恐怖が待っていた。人間に寄生し進化するエイリアン。この宇宙最強にして最強の生命体と対峙する若者たちの運命は、となっており、大ちゃんの映画部屋でも繰り返しお伝えしてきたように、シリーズを原点回帰させて、ホラーを全面的に押し出しているものとなっています。そんなエイリアン・ロムルスなんですが、今年のサンディエゴコミコンで独自のパネルディスカッションを開催することが、先日公式のエイリアンのソーシャルメディアページで発表されました。このディスカッションはラージフォーマットを取り扱う IMAX が主催でして、監督のフェデ・アルバレスと主演のケイリー・スピーニー、デイビッド・ジョンソンなど主要キャストが勢揃いして登壇し、エイリアン・ロムルスについてがっつりと語ってくれるそうです。サンディエゴコミコンは今年は現地時間7月25日から28日まで開催されて、エイリアン・ロムルスのディスカッションは7月26日の午後5時15分から開催されるので、日本時間では朝9時過ぎからになりますね。どんな情報が飛び出してくるのか非常に楽しみです。そしてメディアミックスもさらに広がっていまして、複数の雑誌がカバーアートとしてロムルスのゼノモーフをフィーチャーしており、シネマティーザー、ファンゴリア、そしてレクランファンタスティックに続いて、今回はトータルフィルムがロムルスに登場するゼノモーフの全身デザインを初めて公開しています。ゼノモーフは過去作同様にバイオメカノイド的なデザインが強調されていて、エイリアン1作目の
ビッグチャップを思い起こさせるクールなデザインになっています。トータルフィルムは限定版の表紙も発表しており、そちらはゼノモークの正面クローズアップに、レインがプロトタイプのパルスライフルを持っている構図を組み合わせた美しいアートになっていまして、またファンの気持ちを揺さぶってきています。そして全米大手映画館チェーンの AMC は、エイリアン・ロムルスのチケットを早めに予約する方々にいくつかの特典を提供するそうです。そして AMC では8月15日に前夜祭ファンイベントを開催するそうで、そのイベントに予約した方々には限定のエイリアン・ロムルスのパッチとウェイランド・ユタニ社のパッチがもらえるとのことです。また AMC は映画館で販売予定のフェイスハガー型のポップコーンバゲットのデザインを公開しています。最近コレクタブルなポップコーンバゲットが米国では人気を集めており、デッドプール&ウルバリンの公開時にも限定のバゲットが登場する予定だそうです。日本でもこういった大規模なプロモーションやってほしいですよね。そして本日は特大のニュースが入ってきています。実は海外でエイリアン・ロムルスの IMAX 版のティーザートレーラーが公開されていまして、これまでのトレーラーに含まれていなかった複数のシーンが盛り込まれており、そこにとんでもないものが含まれていました。それがこちらですね。はい、一瞬なんでちょっとわかりづらいんですが、眉のようなものからゼノモークの尻尾が突き出ており、その尻尾がビョルンを攻撃する瞬間なんですよね。このシーンは一体何なのかって疑問に思う方もいると思うので、改めて解説しますと、本作にはゼノモークの幼体であるチェストバスターから生体であるゼノモークに進化する過程が初めて描かれるとのことで話題になっていたんです。これまでは脱皮した皮などがシリーズには登場してきていましたが、その成長過程は描かれてこなかったんです。どうやらこの眉のようなものがゼノモークの成長、そして進化の鍵を握っているようです。どういった形状なのか仕組みなのか全く定かではないですが、これまでのシリーズで登場してこなかったゼノモークの新要素が登場することは明らかですね。エイリアン・ロムルスではこれまでのシリーズで語られてこなかった様々な要素が登場してくるのかもしれません。本当に公開が待ち遠しいですね。新たな情報が解禁され次第また動画にまとめますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。